まあ、どちらかが早く1点差ないし、うん、2点差で逃げ切れるのかという、ね、そうですね、はい、やはり理想はどちらも先行逃げ切り。一塁でこの横を抜けてライトへ到達しました。糸井が2アウトからホームに帰ってきてバファローズ1点返しました。うん、先ほどもこんな感じでね、はい、打たれましたけれど、ちょっと落ちが悪いんでしょうね。うん、原拓也のタイムリーで西に勇気を与える1点。だからフォアボールで1、2間が空いてしまうからこういう形になるんですよね。なるほどなるほど、はい、そうですね、1塁ランナーがいますので、まあ、ベースにイデホンも寄って守っている、そういうことですよね。ただ、はい、バトラーが三塁まで走らなかったっていうのがね、うん、これ一三塁になればまた同じような形で、はい、一二間空くわけですからね。そうですね、一塁二塁でこのバトラーは二塁で止まっています。バトラーが止まったのがちょっと気にはなるんですけどね。今は十分三塁まで行けましたか。行けますよね、うん、ここでバファローズファン数は少ないんですが大きな声援です。ペーニャを得点圏に置いて先ほど1・2塁間を破るタイムリーヒットの原拓也が打席に入りました。入った1・2塁間を原拓也がヒットを放ちました。まあ、ワンバウンドなりそうなのを打ちましたからね。うん、続けてもいいですか。一つは外してくるでしょうね、やっぱり勝負を急がない、はい、若野さんの声が聞こえたかのように細川も外ボールコースにミットを置いて合わせた打球がショートの頭の上だ。セカンドランナー三塁を蹴った。ペーニャが巨体を出してホームに帰ってきました。原拓也2打席連続タイムリー、また1点差。外からのカーブでしょうね。まずはね、やはりね、あのカーブのワンバウンドを振ったってことは低めは好きなんでしょうからね。で今のはワンバウンドになるほどの低さではなかったように見えます。はい、ですのでうまくいや、そうですね、まあ、原拓也選手の、ね、このうまさというのを、ね、はい、強化するのはやぶさかではないんですが、まあ、先ほどの中村のバッティングと一緒ですよ ね、 すね、中村はインコースよりを反対方向でしたけどね、外から外に来るっていうなかなか難しいんですよね、あそこに打つのはね。なるほど。いやでも平野圭一の穴を埋めて暴れあるような働きですね。まあ、明日からもちょっと要注意な選手になるでしょうね。足も使いますしね。はい、